はい、では次は直線 L について、直線 M と対称な直線 N の方程式の求め方をやりましょう。で、さっきの動画で直線 L について点と対称な点の座標をやったんですね。今回は直線に関して直線と対称な直線の方程式の求め方をやります。まずこれを見た時にうんって思う人がおるんですね。そもそもちょっと待ってくれと、イメージが分けへんぞと。 L について M と対称な直線 N ってどんなんっていう疑問が湧くんですね。でもこれっていうのは慣れてる人からして何の子じゃなくて、直線って点の集まりなんですよね。だから言うたら、この M を作ってるこの様々な点、いっぱいの点があるんやけど、これらについて全部対称な点、 L と対称な点を取っていけば、求めたい直線っていうのは自然と見えてくるんですね。だから例えばこの辺の点について L と対称な点を取ると、だいたいこの辺ですね、垂直二等分するように取ると。そしてもう一つ、まあまあこの辺から取りましょうか。この辺から対称な点を取ると、もうだいたいこんな感じ、垂直に二等分するからこんな感じで取れると。この点の集まりが求めたい直線っていうことは、求めたい N っていうのはだいたいこんな感じやなっていうのが見えてくるんです。この N のイメージの仕方っていうのもすごい大事なんです。直線っていうのは点が集まったもんやから、そのそれぞれの点について対称の点を取っていけば、求めたい直線のイメージが湧くよと、っていうことなんですね。じゃあその次、この N が見えたところでどうやって実際にこの N の方程式を求めるかっていうところなんですね。で、これは中1中2で習った通り、直線の方程式っていうのは2点が分かれば引けるんですね。直線で2点の座標が分かれば引けると。だからこの N 上にある2点の座標を実際具体的に求めようと。そうすれば式が分かるじゃないかって考えるんです。そう考えた場合、一番簡単なのはこの L、M、N が全て交わったここなんですね。ここって一番簡単ですよね。というのも L、M、N の交点ということは当然 L と M の交点でもあるんやから、もうこれは L と M の式が分かればすぐここの座標は求めることができるんです。だから一つ目の点はこの L と M の交点、これを求めてしまうと。でもう一つどうするかっていうと、もう一つは M 上に自分で適当な点 P を取って、自分で適当に点 P を取って、でこっから L に関して対象の点、まあ、この辺を Q として、この点 Q の座標を出してしまおうじゃないかと。そうすれば解けるじゃないかと。ではそんな点 Q の座標はどうやって出すのっていうと、この上でやった通りなんですね。直線について対象な点の求め方、上でやった通りです。だからこのやり方を使えば点 Q の座標も出る。この2点を使うんですね。LM の交点と自分で適当に点取って、ここから対称な点を座標を求めると。この2つの座標で直線の方程式を出せばいいじゃないかって考えるんですね。あとは具体例で見ていきましょう。どういう問題やったかというと、直線 X たす 2Y 引く 3 イコール0を直線 M とすると、そんな直線 M に関して直線 L と対称な直線 N の方程式を求めようですね。こういうふうに M があるよと、そして L もあるよっていう感じですね。で、今回の問題はこの左で見た例と違って、 M に関して L と対称な点なんですね。あ、対称の直線なんですね。 M に関して L と対称の直線、さっきは L に関して M と対称の直線というふうに逆になっているので、それ注意してくださいね。今回は M に関して L と対称な直線やから、どうやって点取るかっていうと、まあこの辺L 上にね、適当に点を取って、そして、こっから M に関して対称になるように点を取るんですね。こんな感じ。垂直に二等分するように取ると。そして、これと共有点を結べば、求めたいこの方程式、あ、直線が見えてくるよと。これが N なんですね。まずこの図的イメージがしっかり湧くようにしておきましょう。そして、この N の方程式を求めるにはどうすればいいかっていうと、この点とこの点の座標を求めてしまえばよかったんですね。だから一つ目、まず L と M の共有点を求めようねということで、 L の式と M の式を連立して、これ点求めてます。そしたらここの点が1、1っていうふうに分かるんですね。その次の作業、もう一つの点を出そうと、 L 上に適当に自分で点 P を取って、そっからこの対称な点を求めるっていう風にやるんですね。じゃあその適当な点はどうするかっていうと、もうここを見て代入して考えていくんですね。例えばこの式見て、 x が1の時 y どうなるかなと、 x が1やったら y どうなるかっていうと、これ計算すると 3-2 が1で、y 移行したら
y が1って分かるんですね。つまり x が1の時 y が1って分かる。で、おーって思うんやけど、これって先求めた共有点のことなんですね。だからこれは使われへんなと。で、同様に x がじゃあ2の時 y どうなるかなと、 x に代入したら 6-2 が4だから y は4って分かるんですね。何4だからもちろんこれ使ってもいいんやけど、実は1個簡単なのがあるんです。それは x が0の時なんですね。x が0の時、 x0 の時 y なんぼなりますかっていうと、 y はマイナス2になりますよね。 x が0の時 y がマイナス2になる。つまり0の時マイナス2なんです。でこれがなんでええかっていうと、実はこの点0マイナス2と対称な点っていうのは、実は括弧1で求めてるんですね。これ直線 m の式は全く同じですと。で、直線 m に関して点 P0-2 と対称の点 Q の座標というのは求めてるんです。直線 m に関して点 P0-2 と対称の点というのは求めてんねんから、このここの答えっていうのはもう括弧1で求めたこの5分の14と5分の18なんですね、っていうのが分かってるよと。だからもうこれを使ってしまえばいいんですね。だからもうこれは1より分かってるから、5分の14、5分の18と1、1で方程式、あとは直線解けばいいよと、直線の式を出せばいいよっていう流れなんですね。で、この同じ直線があって、1番で対称な点求めさしといて、2番で対称な直線を求めさすときは、だいたいこの1が使えるようになってるんです。ヒントになってるんです。だからそのときはまずこれがこの L 状にないかなっていうのをしっかり確かめてください。もうあるときがほとんどです。やからまずこの 0-x が0の時っていうのを計算すると、 y の値が -2 ってなるから、おこれって括弧1でも求めてるやんってなって、それをそのまま使えばいいね、これをそのまま使えるねと。 0-2 に関して m と対称の点5分の14、5分の18がそのまま使えるよねっていうふうに判断するんですね。で、逆に丸の位置がないときは、さっき言ったみたいにこういうふうにどっか自分で適当に点調べていって、もちろん3でもいいんですよ。 x が3のときは y は7になるなとか、ほんならこの3、7に関して m と対称な点っていうのをもう自分で頑張って計算すると、その計算の仕方はこのこれ対称な点の求め方と一緒ですね。で、自分で出してその共有点と出した点で、直線の方程式を出すとという流れなんですね。はい、ということで、ここでは直線について、直線と対称な直線の方程式をやりました。なんかややこしいですけれどもね。まず、イメージできるようにしてください。イメージさえできれば勝ちですね。L と M があって、それ対称な点でど、対称な直線ってどんなんやと。直線っていうのは点の集合なんだよと。だから、図もかけるし、共有点とその対称点を結べば、求めたい方程式も出せると。っていうことですね。あとは自分でもノーヒントでできるようにね、類題見つけてしっかり練習しておきましょう。